はい、社内検定実施計画書関係のですね、まあ、注意事項なんですけれども、まず、どの労働者にね、どの職種の社内検定を受験させるか などをね、決めて、でそういったものを計画書に書く必要がありますね。社内検定実施計画書ですね。であとはですね、思考試験というものをね、行う必要があって、でこの思考試験は少なくとも2回以上実施するということになっています。で受験手数料は、社内検定の受験手数料は無料である必要があるということですね。それから社内検定は、例えば2級と1級とかね、そういった複数の等級、2等級以上の複数の等級を設定する必要があるということと、学科試験と実技試験の両方を設定する必要があるということですね。で実技試験は、制作もしくはロールプレイを含むものとすることというような要件があります。であとはですね、そうですね、注意いただきたいのは、社内検定に関するすべての業務を、委託することは認められませんと。外部に委託するということですよね。具体的には検定の開発および運営に関する業務一切を他社に委託する場合は助成金の支給対象外としますということになっていますので、ご注意をいただきたいと思います。